はチャンネルダットの時間です。大地です。なちゃんです。小川です。小池です。サクです。はい、今日はこの5名でお送りさせていただきたいと思います。お願いします。はい、今日ねまたあの音楽の撮影ということで、そのお昼を効率よくランキングを取るという効率よく、はい、今日ねちょっとね、はい、あのドラムのリュウジ君がちょっとお休みで、はい、リュウジ君のドラムだけ別日に取るんですけども、そんな感じでこの 5名でやっていきたいと思います。あ、はるかちゃんもやってるね。ね、はい、はい、今日もここにご飯を2つ出てるんですが、何やるかというと今日はですね、はい、クリスマスにあったらいいなって思う料理人気ベストランキング5ということで、クリスマスです。はい、クリスマス早いですね。クリスマス食卓にあったら喜ばれるなっていうのをね、はい、やりたいなと思いまして。なるほど、はい、ちなみにライジさんのクリスマスの思い出は何かありますか？その子の誕生日はクリスマスなんですよ。おー、で、あの声のライバルがいまして、声のライバル、あのチンタロウって言うんですよ。あれどこで聞いたことあるか、どこで聞いたことあるか、はい、その動画多分これ出てます。あー、ここに見ていただいて、はい、はい、まあそんな感じでやっていきたいと思います。はい、早速あの5位からいきましょう。第5位こちらです。じゃじゃーん、ピザ。あー、もう間違いない。中盤ですね。ピザです。ピザです。これは今日は前なっちゃんと一緒に行ってる動画で映ってるさくらさん、さくらさんが、作って今持ってってくれたっていうやつ。すごい、ありがとうございます。じゃあ誰にしますか？すごい、ピザ、まあ、ピザといえばなっちゃんかな、やっぱりなっちゃんか、ピザといえばなっちゃんかなって。いいですか？はい、いただきます。はい、どうぞ召し上がってみてください。久々に食べます。でも、はい、そう、ちょっと時間経っちゃったからね、少し硬くなってきちゃったかもしれないけど。いや、でも美味しそう。いただきます。はい、どうぞ。ね、そう、ここのサクサクなんだよね、サクサクなの。出来たてはもっともっとチーズがとろっとしてて、多分少しかあの時間経ってたから持ってきたから、ね、全然ほんとに美味しいです。あー、出た、目がこうなった目がとろっとなったら勝ちですもん ね、 ね。はい、じゃあ4位もいきましょう。4位、はい、4位いきますよ。4位、4位はこちらです。こちら、じゃじゃーん、ビーフシチュー。わー、ビーフシチューです。じゃあこれ、こうかな、ビーフシチュー。はい、いただきます。これは美味しそう。カレーじゃなかったのね。カレーじゃなかったのね。容器はね、容器はカレー。この前さくらさんで特別に作ってもらって、普段メニューないんです。これちょっと分かりづらいですけど、すごい濃厚です、これ。めっちゃ濃厚。そうだね、すごい濃厚。いらないんだよ。どう持ってる？あ、ない？あ、でかんこれ。すみません、何気に、何気にご飯くれと。どうぞ。はい、美味しそうです、これは。もうめっちゃ優しい味がします。優しい、優しい味ですよ。ご飯に合うよね、はい、男の子だったらご飯の方がですよね。まあですよね、クリームシチューとか、はい、クリームシチューもそうですよね。はい、分かります。じゃあ次、早速3位、3位と2位いきましょう。まず3位に一気にいきます。3位はこちらです。ででん、じゃじゃん、唐揚げです。唐揚げです。唐揚げです。はい、2位はですね、2位はこちらです。美味しそう。じゃじゃん、はい、ローストビーフです。ローストビーフです。はい、どうぞ。あ、いいですか？いいですよ。ローストビーフ、はい、じゃあコントさんから一口いってみてください。お弁当にしてもらったんで、唐揚げ弁当。あ、なるほど、そういうことですね。ありがたい、ありがたい。美味しいっす。ありがとう。鶏肉が苦手なんだけど、だけどもう美味しい。あ、よかった、よかった。彼ね、結構あの、さくらさんは唐揚げ結構あの得意にしてるんで。じゃあ、さくちゃん、じゃあローストビーフ第2位ですね。はい、でしかも、これ優しいことにあのタレがついてるんですね。そうなんですよ、これ特製ダレですかね。そう、昨日作ってくれたんだと思うんだ、多分今日のタレに。はい、いただきます、これね、つけて。お肉が弾ける弾けるイエーイ。食レポが甘い。なんだよ、ごめん。はい、いや、よく聞いてると大したコメントじゃないです。言ってないです。じゃあ1位いきますよ。1位はこちらです。やっぱりクリスマスといえばね、じゃじゃん、
ローストチキンですね、やっぱ。鶏肉ね。これが。はい、食べます？すごい。鶏肉。え、いいんですか？いいですよ。はい、食べてください。すいません。一口いってください。いただきます。はい。ティッシュとか後で。あ、お箸ね。はい。いいですね。今仕事に行ってもらって。もう、箸じゃなくて、ガブンですね。これ、時期ですからね。時期です。はい。いやー、すごい。いただきます。たぶんこれちゃんとグリルかなんかで焼いてるのかわかんないんですけど、この香ばしさと甘だれが絡み合ってめっちゃ美味しい。美味しいです。めっちゃ美味しい。ちょっと待って、自分も食べれる。今年はまた超怖いお客様に聞いたんだけど、実はこの鶏の足の肉がちょっと少ないらしいです、全国的に。だから、なんでファミチキだって、ファミチキ、はい、もうやってなかったですよ、ずっと。なんか今年少ないらしいんで、お早めに予約された方がいいと思います。ちょっと高いかもしれない。鶏の足。あの、輸入が入ってこなくて、なるほど。あの、あれみたいなんですよ。あの、足りなくて、うちのお客様専門ぐらいのに、500しか用意してるんだよ。まあそんなこともあって、ね、どうですか？ここにあとはケーキがあればクリスマス完璧です。完璧です、完璧です。ぜひ皆さんも楽しいクリスマスを過ごしていただければなと、ね、多分この中で楽しいクリスマスを過ごす人は一人だけだと思うので女性なんて一人だけだと思うんで、男はまあなんか大体そんなクリスマスだいたいそんなシンプルでそんなクリスマスを、はい、美味しいものを食べて過ごしましょうということで、はい、皆さんまたチャンネル、登録とですね高評価もよろしくお願いします。それでは皆さんまた次回のランキングでお会いしましょう。ありがとうございます。良いクリスマスを。